じゃあまあ一周滑るか。オーケー、軽く滑ることを目指すわ。取れ高狙ってちょっと転んじゃうかもしれんけど。取れ高狙うな。じゃあちょっと撮影行ってくる。皆さん速い、キッズが速い。これでもあれだね、グラタンしてないからさ、顔割れモザイクかけんのかも。あのグラタンでそんなわからんくなるもん。まあキャラだからね、別にいいんだけどね、顔出しキャラとしてさ、あれやりたくない、グラタンキャラ。シャムに憧れて。憧れとる。知らんけど。俺も知らん。もう一回ゼロ人の。そう、なんか伝説のネタになっとることだけ知っとる。そうそうそう。で、シャムさんの名前が検索すると大体グラサンしとるから。そうそうそう。グラサンキャラなのかなってぐらいしか。スケートやと多分画面めっちゃ安定しとるね。スノボみたいにガタガタならんからさ、まっすぐ撮れとると思う。なんかこけんまま一周してまったやん。あ、やばいな。こけんでええよ。痛いから。普通に並走して一周してしまったわ。普通にしまったな。めちゃくちゃ安定しとったやん、滑り。これ大丈夫、クソみたいになってるだろ。でもこれ1日目でここまで上達できましたっていう。なるほど、自慢動画。まあ自己満だからね、正直。いやもう俺の運動神経ドヤーみたいな。みんなにやってたことは内緒で。やってたわけじゃない、やったことある。はい、このあとレース延長時間に適用します。うまい、うまい、うまい。それマジでやりたいんだけど俺できないから、ちょっとやらないわ。こけそうになるし。また中央リンクに行く。足んとこ取ってる今。ああ、そういうこと。え、外側にあるのを外に蹴るってこと。へえー。これすげえな。これ YouTube 載せるわ。これ本当にある滑り方じゃないんじゃない。あ、そうなの。これ練習、知らない。これ練習したけどできませんでしたっていう動画にするわ。これ両足つけながらやから、多分どっちかというと初心者用の滑り方。あ、そうなの。上げながら滑る方が撮ろうか。よっしゃ。やってみたことの。俺のはこんな感じだぜっていうの。止まってきた。止まめちゃくちゃ減速してんじゃん。こういうことなんですよ。やっぱできねえわ。すげえな、これなんでできるの。それじゃあケズルおじさんいきます。ケズルおじさん正式名称です。ここじゃない、大丈夫。足元映せんかったかも。ちょっと雑魚だったからもう一回やろう。もう一回やる。見つかる。おお、削れるおじさん。削るおじさん。こう
パワースライドだけ練習した男。パワー。うまくなった。すごい。だいぶスピード出てたんで、ちょっと倒れた時やべえと思いましたもん。なんかさっきよりだいぶペース上がっとってついていくのがやったやわ。何分くらいかな、さっきから2分半くらいだったっけ。3分くらいじゃない、1周3分とか行っとった気がするから。くっそ速くなったね。これ取れてんかな、近すぎる気がするな。最後決めるか。決める。次の赤い線来たら次の赤い線どこやねん。どこだ。ここが、あ、違うわ。オッケー、さっき行く。ストレート入って次、なんか色の線が来たら。オッケー。おお、止まった。おお、止まった。こけずに止まったな。オッケー。おお。じゃあ一応あのユーチューバーとしてやるわ。いや。これ一発成功したらかっこいいで。